種類としては2種類ありまして、1つが散歩。散歩の場合はドロップを判断した後、散歩と分かった瞬間にレシーバーの前に入ることを意識して、最後はボールを取ってインターセプト。メッシュポイントを見ます。ボールがスナップされてまだどちらがボールを持つか分からない瞬間は、基本的にラインバッカーというのは自分のランレスポンス、ギャップを持ちながらパスを守ることが多いので、しっかり自分の持っているギャップに対して素早くどちらのプレーに対してもリアクションできるような、自分の後ろに入ってくる、パスパターンが多いので、例えばシームだったり、その2つを大事にしてこのドリルやってみてください。ビンゴ。